しかも100年続くよさこいチームを理念に活動しております。今年はゲームの世界をテーマにしておりまして、 RPG 風の音楽や懐かしのピコピコ音などお楽しみいただけたらと思います。それでは参ります。百物語第3話、電脳遊戯。百物語さん、どうもお疲れ様でした。ありがとう。